そこは少年じゃお前はいつまで経っても強くなれない。そこお前何を夢で、お前はドラゴンを奪い越して状態を知りたい。無様に力を引き知らぬ奴を知らぬ奴って何だよ。いずれお前の前に現れるのは私たち。あいつらはどうぞ、それほど間違いない。行くぞ。大社と運命クロスする。
わずからの力を何でも許せた。だがその知識的なものを残念ながらフェニックスの再生能力に対抗するには及ばないだろう。でもそれでも俺は絶対に諦めねえ。さてそろそろ眠ってもらおうか。目覚めるとは式も終わってるだろ。心までは不死身ではないということです。アーシアが言っていた十字架と聖水が悪魔は苦手だって。それを同時に強化して同時に使ったら悪魔には相当なダメージだよな。キバが言っていた視野を広げて相手を見ろと。アケノさんが言っていた魔力は体全体を覆うオーラから流れるように集める。意志を集中させて魔力の波動を感じればいいと。子猫ちゃんが言っていた打撃は中心線を狙って的確にえぐり込むように打ったんだと。待て分かっているのか。この翻訳は悪魔の未来のために必要で大事なことなんだぞ。お前のような何も知らないガキがどうこうするようなものじゃないんだ。難しいことは分からねえよ。でもなお前に負けて気絶した時うっすらと覚えてたことがある。部長が泣いてたんだよ。俺がてめえを殴る理由はそれだけで十分。お兄様文句があるなら俺のところへ来い。いつでも相手になってやる。